ジップおめでとうございます。ジップ、出た、本物あ、本物です、これがワイプの時の私です。いや、目開けろよ、お前寝てんじゃねえかよ。大谷翔平の記者会見見てる時の私です。やめろ、お前パターンで耐え切るな、お前。そのニコリとヘイとフーみたいな、その3パターンだけで耐え切るなよ。ありがとう、おめでとうございます。3月ね、金曜パーソナリティです。金曜パーソナリティってのはもう金曜日は毎日いるってことなんだ。そうなんですよ、花金の朝。はい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 。まあ1回目終えたんですけど、うん、あの貫徹していきまして、あら、まあ、ちょっと起きれないよな入り時間。そう、なんか前日があの、うん、バンドのリリースイベントで、はい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 、もうほんと1時2時ぐらいまでやって、うん、やって、で、まあ、そっからあのまたラーメン食べたりとかして、うん、であと1時間でジップじゃんとかって言ってて、うん、でもう寝ないままこうやって行って、ギンギンのまま、ね、芸人ですな、おはようございますって傘持って。何時入りなの、あれ。4時入りです。4時入り夜中でしょ、全然。いや、そうよね、寝れない時の夜中じゃない、4時って。確かにワンチャン普通に起きちゃう時あるもんな、4時ぐらいね。でもやっぱね、三浦さんとか綺麗だったよ。確かにね、朝の顔だった、完全に。毎日4時に入ってあの感じで頑張ってるでしょ。そうで、やっぱ早寝だっつってたよ、あれ。前まで喋ってたけど CM の時に、もうその朝やって収録がなければそのままお家帰れると、はい、10時ぐらいに。あ、いや、そう。でもう8時とかには寝れるっていう話をして。そうか、まあ8時に寝て4時入りだと、まあ7時間6時間ぐらい。3時とかに起きなきゃね、いけないから。すごい生活、ね。ほんでさ、いろんなニュース読み切ってさ、そう、しかも私一発目で大谷翔平さんがね、記者会見やるっていうイレギュラーだったんですって。ああ、そうか、その予定してたやつじゃなく大谷が入ってきちゃったんだ。コーナーとか全部なぎ倒して記者会見まるっと出して、うん、はいはいはい、でアリゾナの方の記者に飛ばして、うん、で全然あの情報がまとまってないからまだで、誰もなんかふんわりしたことしか言えないみたいな。ファンの方が集まっていますってだからなんだよ、相手のことをまだ誰も知らないから。確かにね、そうね、ファンの方がたくさん来ています、アリゾナでしたみたいなそういうのつないだりとかして、ふわっとした情報だけ入ってきたんだ、アリゾナから。そういうのをみんなでつないでるバタバタの現場でしたよ。あ、そう、うん、まあ貴様は出れませんわななんだてめえおい、なんだてめえおいこんなうんこ色の服じゃ出れませんいいよ、まあ、ニューバランスさんだからお前ニューバランスさんにいただいたやつだよ、お前。特注でしょ、自分うんこ色にしてくださいって。違う違う、これはアメリカから来た日本にはないサイズあ、そうなんだ。そう、ちょっと大きいサイズですけども。そうよ、出たいんですか。出たいよ、そりゃ。ジップ、ジップ、うん、ジップってやりたいじゃない。あれね、ジップって。そう、ちょっとなんとかならないですか、そのいるわけじゃん、その現場に。確かにね、なんかこう、うん、誰かに頼んでみたらいけるとか。いや、その頼むことはできますおけども、おう、なんだ、素質があるかどうかですよね何素質、ジップの素質って何。ジップの素質さえあれば、まあ押してあげてもいいはいいけど、うん、無条件で押せよ、お前コンビなんだからうん、まあ、でもちょっとそのね、素質があればこういうのができますよって。 いけるよ、俺意外とそういうニュース系あ、ニュース。そう、私別にニュース切ってるわけではないからね。ニュース切れるから。あ、あなたはコメンテーター側で出れるんだ。出れる、全然出れる。あ、ほんと。いけるよ、やってみる。じゃあ、おー、いいですよ、別に。これじゃあ資料としてジップに提出するわ。ああ、もちろんもちろん。これで判断してください、うちの相方こんなんできますか。はい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 。じゃあこれニュース読み上げて振りますわ。じゃあ、ああ、わかりました。ニュースが入ってきました。あら、中学受験の過熱、疑問を持つ有識者の声も。今年首都圏の中学受験の受験者数は10年ぶりに減少、少子化の影響とみられていますが、中学受験の過熱化に疑問を持つ声も根強くあります。そんな中、小学生のうちから高校受験に照準を合わせたコースに通う、流行りがあると。コース自体は以前からあるということなんですが、中学受験には疑問を持った時の受け皿として改めて注目されているそうなんですけど、西田さんいかがですか、こちらのニュース。いやー、そうですね、加熱してますか。はい、私も何を隠そう中学受験してるんですよ。あ、そうですか。東麗藤沢っていうね、神奈川の三馬鹿高校でしたわ野球が強いだけ、野球が強いだけっていう、そのそういった学校に行かしてもらいまして、ね、野球やってないのにね。だから基本的には何の価値もなかったんですけどもまあでもその3年間
まあそのまあ6年間、中高一貫6年間で、高校受験がないっていうのがやっぱり大学受験に集中しやすいっていうところもありますし、まあ家庭の、まあ、それ金銭面が許す限りはやってもいいんじゃないかななんて、まあ僕みたいに三バカ学校に行ったら意味ないですけどね。続いてのニュースです言ったなこれ。学校が入試願書を出し忘れ生徒3人が受験できず。博多の私立中学校で公立高校の入試願書を学校側が出し忘れ生徒3人が志望校受験できなかったという事実が判明しました。あら、学校側は16日午後2時半ごろ願書を直接公立高校に持ち込んだ際にミスに気づいたものの、うん、2時間前に打ち切ったと受理を断られ結局3人は受験できませんでした。なんとも悲しいニュースですけども、こちら、ね、西田さんいかがでしょうか。いやそうですね、確かに学校側のミスで受験できないってやっぱ生徒からしたら一番悲しいなっていうか、うん、ただでも、まあ、その2時間遅れだからいいんじゃないかみたいなのもこれやっぱ違うんじゃないかなと、まあ、その日ぴったりにこう日時が決まってるわけですから2時間遅れで OK だったらじゃあ1日遅れてもいいんじゃないかみたいな、そういった意見も出てくるわけですから2時間前に打ち切った、うん、だからまあその、まあ、高校側の対応自体に間違ったとこはないかななんて思いますね。まあ、うん、こんだけ偉そうなこと言ってますけど、うん、ちょっとあの小説の締め切り今ぶっちぎってるんで。それは誰が言ってんだって話になっちゃいますかね。誰が言ってんだっていうやつでした。次のニュースです。全世界で10億人以上が肥満、過去30年間で急増。1990年から2022年の間に肥満の割合が著しく上昇した一方で、低体重の割合はほとんどの国で減少したことが最新の研究で明らかになりました。研究者たちは低体重の問題に取り組みながらも肥満の割合を下げるためにより栄養価の高い食品を摂取することが重要だと考えているとのことです。なるほど、こちらいかがですか西田さん。ちょっとね割合上げちゃってる方なんで申し訳ないなぁなんていう、その申し訳ないなっていう気持ちも強いですね。体重上がってる方ですか。そうですね、うん、まあ今110キロ人生最高体重ですから、うん、ちょっとねまあ申し訳ないなっていう気持ちもあるんですけども、まあそのコロナもあってねみんな多分外に出なくなったみたいなのとも関係してると思うんですよ。そういう意味でやっぱりこう外に出て運動するっていうのが大事なんじゃないですかね。僕も外に出て運動したいなと思ってます。もう運動なんてね、夜ベッドの上だけですから。続いてのニュースです。たまごっちは今どうなっている？驚異の進化を遂げた懐かしいおもちゃ。たまごっちは初代以降多くのモデルチェンジを繰り返してきましたが、うん、現在は最新型として2023年にたまごっちユニが発売されています。腕時計型となったユニの目玉は Wi-Fi 機能がついている。うん、この機能により世界中のユーザーが育てたたまごっちと競ったり協力したりするイベントが体感できるそうです。たまごっちいかがですか西田さん。たまごっちはね結構やってましたよ私。はい、まあ、94年生まれ大谷世代ですから、うんうん、あら結構たまごっちみんな周りでもやってましたし、はい、まあ、すぐ死なしちゃうんですよねたまごっちね。うんこだらけの部屋ですぐうんこだらけになるんですよ部屋がね。続いてのニュースです。うんこだらけの部屋でパンあげてみたりとかしてねどこで飯食ってんだなんていう声もあるかなと思いますけどもね。ちょっと無理ですね。何がダメだった今結構。いや初手から三バカとか言ってますし。いやそうしょうがないじゃんだって三幕高校だったんだよ。野球しか取り柄がねえとか。そう、トーレフさんそうだったから当時は。うんこ部屋でパンあげてみたっていう。何がダメなの今の。びっくりしたよその幼稚園児と一緒に見てる人とかが。タコさんみんなとか作ってる時に、うん、うんこって言ったってなるからその。いやしょうがないそれはもう。びっくりしちゃう。実際そうなんだから。結構いけてたでしょ今。全然チューニングできてないし。何が。チューニングできてない。結構ちゃんとしたこと言えました。いや全然ダメだ。ちょっと私見てない1回目の。え見てないよ。いやあ本当？ちょっと朝早すぎたし。見てないか。私の方がやっぱでもやっぱうまいな。えちょっとじゃあ俺ニュース読むからあんた言ってよ。うん、全然できてないお前。夜の顔だわお前は。どのニュースがいいとかあります？運動なんかベッドの上でしかしてませんって言ってたな。いやそうしょうがない。事実でも言っちゃいけないことあんだよ。嘘つきたくないからやっぱり、うん、朝のニュース。これ当日もやったんじゃないですか大谷翔平電撃結婚、うん、ドジャースの大谷翔平投手29日自身のインスタグラムを更新、日本人女性と結婚したことを電撃発表いたしました。大谷の発表は日本時間の午後4時半ごろでテレビ各局は直後から対応に追われ異例の混乱ぶりを見せたということで、
おめでたいですね。そう、どうですか、先生。1個上の方ですから。まあ、そうですか。うん、まあ、ただちょっとその野球はね、うん、WBC1 回戦しか見たことないので、あの本当に活躍してるのかっていうのは私は知らないです。あと、まあ、日本に住んでますし。そこに疑問定説いねえんだよ。他の国で頑張ってるっていうのはちょっと届いてないですね。自分は。大谷の努力が足りねえみたいな言い方。あと足長くてキャプテン翼みたいですよね。別のスポーツの漫画で言うなお前な。びっくりしちゃう、デカさに。顔ちっちゃくて体でかくて、ね、うん、どうですか、その結婚ということですけれども。はいはい、特定したいですね、相手ね。最悪だよ。いねえよ、そんなやつ。いなすぎるって。みんなで力合わせて特定しません。メディアにいなさすぎるから、お前。メディアの人はその反対のこと言うんだよ、大体。あんまりその、なんかこう、いろいろ聞くのもね、みたいな。あ、そうなんだ。そうよ。ウエストランド井口さんぐらいよ。言ってたな、いい楽屋で。さや、知ってる相手とか言って。知ってるか。全員に聞いてたけど。バスケットボール選手が否定してましたね。らしいですね。じゃあ誰かって話ですよな。いや、いねえって、お前、そんなやつ。うん。え、この動画上がったら2人ともないんじゃない。もしくは。あ、私も。そう。あなたも。私もなくなるんだ。俺が出るために撮ってたけど、あなたもいなくなる可能性あるよ。でもこれ私実際に1日、3月1日、一発目の放送で、うん、大谷さんね、大谷翔平さんの結婚のニュースをぶっちぎりずっとやってたんですよ。うん、でも何回もやっぱ振られるから、でそこで言ったのは、あのどうですか、大谷選手って、うん、結構ざっくりとした振り、まあそうね、来て。だいぶざっくりだね。やばと思って、でも貫徹してるから、パキパキになってるから。うんうん、あ、大谷選手はちょうどその相方が大谷世代で同い年なんですけど、うんうん、同じ人間でこの天と地が分かれてるのびっくりしました。最悪だよ。それだけ聞いたわ俺も。ファンの人から DM 来たわ、いっぱい言っちゃった。それそれ OK なんだ。でもうん、いや、三浦さん爆笑してたから。ああ、じゃあよかったわ。三浦さんが爆笑してくれてた。よかったですよ。あ、そう。まあまあ、いけてたと思う、俺も。あ、ほんと？いけてたと思うよ。いや、でもやっぱ爽やかさだからね。あー、なるほどね。結局は。朝って。朝ってやっぱ、汚いもの見たくないんだよ。誰が汚いものだよ。国民的に。誰が汚いもの。国民の総意としてやっぱこう、ジップなんてさ、華やかな。まあまあね。セットで、爽やかに朝お届けする情報番組。はいはいはい。途中でいろんな便利グッズとかさ、おすすめの何々とかいっぱい出てくる。はいはいはい。そういうのをこなさなきゃいけないから。お仏フェイス見たくないと。うん、そうよ。誰がお仏フェイスだよ。言ってないよ、今。自分で言ったじゃん。お仏フェイスって。自分で言ったし。人に言っていい言葉じゃねえだろ。私言ったみたいにしないでよ。お仏フェイス、お仏フェイスって言いました、この人。言ってないよ。ジップで出せるか、お前。お仏フェイスやってよ、これでちゃんと。フェイスって。フェイスなんだこれ。何が面白い。フェイスって。ジップの感じでフェイス。フェイス何が面白いんだよ。言うから違う。なんでそのなんでコンビ芸なんだよ。ぜひだからジップのね、出たい。出たいよ。ちょっと言ってみるね、じゃあ。言っといて、うん、偉い人に。何かしらの形で出れないかっていうのだけ。まあまあまあ、何の形でもいいですけど。現場がね、やっぱすっごいバタバタしてたのよ。まあまあね、ニュースだから。そうだよな、いろんなニュースあるから。だからその紙を運ぶのとかも人足りてない感じだったから、うん、ぜひぜひ。裏方じゃねえだろ。なんでバイトで入ってんだよ、俺。そうつって。なんでこれで渡さなきゃいけない。お仏フェイスで渡さ。言ってないって。だから私、お仏フェイスで渡させんなよ、お前。ジップの皆さん、よろしくお願いします、ええ。やっといた方がいいじゃない、爽やかな。それでは今日も皆さん、いってらっしゃいっつって。それでは今日も皆さん、いってらっしゃい。フェイス。